三重県の桑名市役所会議室から聞こえてきたのは、このプロフィールを見て、はい、まあどんな人かなというふうにまあ想像するのかとか、はいはい、あとはあ正直にこう会いたいと思うのかとかですね。はい、そういったところを皆さんにぜひ考えてもらえたら。マッチングアプリ大手ペアーズの恋愛コンシェルジュが講師を務めたオンラインセミナー。 恋愛や結婚をしたい会員を結ぶマッチングアプリを紹介し選ばれるためのテクニックを伝授しました持っているか持てないかよりもどれだけ自分らしさを作り出せるかの方が大切なんですよねまあたった一人見つけるだけで婚活って終わるのでオンラインセミナーには20代、30代の男女およそ30人が参加しましたその一人 桑名市に住む会社員の伊藤直人さんも真剣な表情。そのわけは。まあ友人たちがですね。結構。そのまあ出会い系サイトとかを通してですね。まあ結婚までいってる人が三四組ほど。いますので。まあちょっと自分もやっぱ焦る気持ちは <laughs> ありますね。出会いでまず大切なのは。 第一印象。口元を歯を出して口角を上げると、まあ非常にきれいに女性の場合は映るので、はい。これ笑顔の写真、笑顔の女性の写真って<事>男性から見ても、うん、なんかすごいお会いしたら話しやすそうだなとか、そう,そうそうそうですね。ういう,う、ね、気持ちを持ちやすいので非常にいいですよね。うん、自分ちょっともともとあまりあの目出しみとかあまり気にしないタイプだったので。 もうこれを機にですね、のファッションとかですね。ペアーズの運営会社などが一昨年実施した調査では、結婚した5人に1人がマッチングアプリをきっかけに出会っていたという結果が。最近は理想が明確になってきている人たちがすごく多いので。対面で会う前から共通の趣味や価値観がプロフィール上でわかることが好評のようです。

人口減少に歯止めをかけようと桑名市は去年11月ペアーズの運営会社と協定を結び婚活支援に乗り出しましまた。<laughs> 市は今後もアプリの使い方をコンシェルジュが教えるセミナーの開催などを検討しています。